劇団存続の危機。佐藤さん。じゃあなんで佐藤さん死んだんですか。チケット1000枚売れなければ解散。12月に舞台があるんでぜひ来てください。ヘラクレスの選択とは。今回も一番困難な道を選んでいこう。真犯人は誰だ。劇団ヘラクレスの掟第3回本公演チケット発売中。ヘラクレス追撃者発動。ヘラクレス追撃者出動。よし、気にすんな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 気められる劇団員。このままいけ、このまま。そこに続けろ続けろ続けろ。はい、まっすぐ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 。丸太走りはまだウォーミングアップだが、終わってみればこの状況。そろそろみんなちょっと休んでほしいから、ちょっと椅子を用意するから。ありがとうございます、はい、全員、はい、空気椅子用意。はじめ。ちょっと膝つけない。そう、これは地獄の鍛錬。休みなんて一切なし。みんな今疲れてるからラップでちょっと盛り上げよう。はい、頼むぞ、マイキー。はい、盛り上げよう。行こう。今日の天気はいまいち悪いけど、なんだっけ、頑張っていこうぜ。協力して。劇団ヘラクレスの掟のマイキーです。僕たちチラシ配りや宣伝活動頑張って1000人達成しようと日々精進しております。ですがチケットがまだ余っております。もしこの劇団が解散してしまったら僕はどうしたらいいんですか。来年からの活動がなくなったら僕は何をしたらいいんですか。さらに空気椅子頑張ってますけど、あなたの清きチケット1枚が僕の運命を変えてくれる。ですので清き1枚をよろしくお願いします。よし、よかったね。これみんな、さっき腹減ったって言ってたよね。はい、はい、うん、食えよ。それぞれ食えね。ありがとうございます。食っていいよ。渡されたのは缶詰。あのこの開け口みたいなのがないと。あので、これあどうやって開けるんですか。これ甘えんな、お前。お前ら一流芸能人みたいに何でも用意されて思ってんの。いや、思ってないです。缶切りもなく、どうやって開けるのか。佐藤隊員、お手本。はい、缶詰はスプーンで開けるから。はい、スプーンで開けるから。スプーンをね、はい、よく見てて。はい、開け方用意。開け方用意。開封。開封。え、早っ。このようにね、こすって穴を開けた後に缶切りの要領で開けれるから。ほら、ほら、本当だ。そしたら中の食事にありつけると。おー、うまそう。じゃあお前たちも食らえ。
缶詰や食いたいだろ。はい、はい、スプーンはあっち後ろ、あの丘の上にある。ビリーは飯抜きだ。よーいスタート。やばい、急げ急げ急げ。おい一人で遅れてんぞ。おい誰だ、急げ急げ。違う、こっち戻ってこい。こっち戻ってこい。こっちに戻ってこい。缶詰払い、こっちに払い。どこで行った缶詰。よしよし、丸太の上が開きやすいぞ。敵にねえようにな、敵にねえように。ここでありえないアクシデントが発生。どうした、どうした、缶詰が消えました。缶詰消えた。おいおい、どうやってんだお前。ビリじゃねえかお前。開いた開いた、早い、探しに行ってこい。探してきます。缶詰の中、嘘だ、缶詰なんでなくすんだお前。でけえだろ。スプーンを取りに行った時にどうやら落としたようだ。それぞれ違う。ここに来ても緊張感ゼロ。で、開いた穴にスプーンをねじ込む。そこから穴を広げる。あった、慣れてなければ。だからまだ間に合うぞ。おい、あったんだな。あったな。ありました。お前は、よし、よし、これからだからな。これからだ、お前は。なんでなくすんだ、そんなでけえの。だが、マイキー、ここからミラクルを起こす。力を入れて、こすった方がいい。開いた、開いたって言って。開いた。よし。戻ってからたった9秒で穴を開ける。よし、1位だ。イエーイ。開いたぞ。よし。そんな中、オリトが1位抜け。よし、食べて、よし。いただきます。缶詰の中身は、よかったな。マンゴーです。よかったな。マンゴー大好きなんで。開かない。どうやら開くやついるぞ。どのいっぱい開かない。待って、他のメンバーは大苦戦。おい、この日のための筋トレじゃねえのか。はい、何なんだお前の筋肉は、はい、見せかけか。じゃあそろ開きました。あ、開いた。よし、よし、見せてみろ。開いたか。よし、よし、よし、ポン食べて。よし、2位で抜けたのは中村パウロ、はい、そしてその後に続いたのはあの男。よし、開いてるやつ、まだ開いてるやつ。はい、開きました。おーし、お前すげえな、お前。あのハンデ一番最後のに、すげえよお前。一番綺麗に開いてんぞ。一番綺麗だぞ。缶詰をなくして出遅れたマイキー。よし、すげえぞ、わかんねえもんだな、本当に。よし、あと3人だな。開いてるやつ。はい、うまい。缶詰明けの最終順位はこちら。ビリの恩仕掛けるは飯抜き。本当、今日はありがとうございました。いろいろ勉強になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。本当ね、みんな頑張った。ありがとうございます。ありがとうございます。本当ね、みんな安心していい。はい、本当の地獄はここからだ。ええ、本当の地獄はここからだ。いやいや、そんな。え、これより自衛隊のサバイバル訓練に入る。ゴートン、ゴートン、ゴートン、ゴートン。ほら、もしかしたら、もしかし、さらに過酷な鍛錬が待ち受ける。結成1年半、肉体と精神と演技力を徹底的に鍛え上げてきた劇団ヘラクレスの掟に、してらっしゃが最後の審判。12月公演でチケット1000枚売れなければ即解散。劇団存続を願う皆様、ぜひ1枚。本当の地獄はここからだ。え、いやいや、そんな。え、これより自衛隊のサバイバル訓練に入る。おい、また遅れてるぞ。次週も地獄の強化合宿。うわー、じゃあ、ああ、心臓痛い、おかしい。鬼のような鍛錬で劇団員を徹底的に鍛え直す。劇団員を限界を超えてゆけ。現時点でのチケット売上枚数は688枚。運命の日まであと2週間。存続か解散か。劇団存続の危機。佐藤さん、
じゃあなんで佐藤さん死んだんですか。チケット1000枚売れなければ解散。12月に舞台があるんでぜひ来てください。ヘラクレスの選択とは、今回も一番困難な道を選んでいこう。真犯人は誰だ。劇団ヘラクレスの掟第3回本公演チケット発売中。劇団員の筋力作りをサポートするのはゴールドジム。男たちの肉体の変化に注目。